はい、皆さんこんにちは。名古屋ピアノ調律センターの坂部桃太郎です。名古屋ピアノ調律センターの工房三つの俊介です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。はい、はい、今日は珍しいお二人が動画に映ってますけれども、今日は一体何を、ピアノを管理するのに湿度温度管理がとても重要ですよね。うんうん、それはホールでも一般のお客さんでも大事だと思うんですけど、はい、それをより簡単にできないかと、ぜひ見てもらいたくて、話を聞いてもらいたいということで準備しました。はい、これはなんかずらっとなんか石鹸みたいなのが並んでますけど、これはもう数字が出てるんで、まあ、多分温度湿度っていうのは分かるんですけど、うん、固形石鹸みたいなのが2個もうなんだか分かんないんで、この機械も設定していきます。設定していきますか。はい、これがハブになるので、ハブ、まあ、心臓部というかスイッチに指示を出して他のものが動いてくれるんで、これを電源につなぐ必要があるので今からつなぎいきます。はいはい、Wi-Fi とつながってるんで、Wi-Fi が届くところに設定してください。はい、今点滅してる。はい、自動といってもボタンを押せないじゃんっていう時に活躍するのがこいつになるんで、一回持ってもらっていいですか。ちっちゃい、ね、ちっちゃい石鹸、こういう風でスイッチボット、まあ、これの名前ついてて、はい、なんかこう、両面テープがついてて、ここになんかこう溝がねついてます。これがなんか仕掛けがあるという。そうなんです。で見てください。おー、ちょっと待って、なんか出てきた。あ、戻ってた。はい、これがまあ、人間でいう指ですね。ボタンを押すっていうことになるので、だからここに両面がついてて、これが電源のスイッチだから、ここに貼ってやると、おーい、ちょっと便利。そうです、物理スイッチがある機器であればオンオフができると。うん、これだけだと自動化じゃないんで、うん、あ、はいはいはい、はい、先ほどのこいつとつながることで、湿度が例えばまあ 60% 以上になったらピアノにとっては良くないので、はいはい、60% になったらこいつがボタンを押してくれるっていう設定が可能ってことになるので、それはめっちゃ便利。はい、うん、それを今から、まあ、疑似的ですけど、うん、ちょっと湿度を高めて動くかやってみようかなと思います。チャラララーン。でお湯があるので、あ、これお湯ね。はい、で湿度計の数字が上がると、このスイッチボットが湿度が上がったよっていうことに認識するんで押してくれると。おお、結構急激に上がってる。動いた、うん、結構上がったらやっぱりスイッチ動いた。はい、ってことは今、お部屋の湿度がもう70超えて、今俺は80だけど、超えたよって認識したんで、このスイッチボットが動いたと。でこれが下がっていくとオフになるよっていう話。そういうことです。あ、もう下がって触られてる。動きました。おー、動いた。うん、やっぱり、あ、60以下になったんで、今ちょっとこのスイッチが反応して助手席の、電源をオフにしてくれたと。そういうことですね。いう状態。そうですね、まあ、一気にこんなに湿度が動くことがないんで、ちょっとラグはありましたけど、うん、まあ、1% ずつじわじわと上がれば動いてくれるはずです。うん、いちいちこの数字を見てたり、助手席のそばにいなくてもスマホ一つで操作できると。しかも外でできる。外でもできます。だから基本的に設定をすれば、うん、もう触らずにってことですよね。できます。あ、うん、そういうことか。これすごくて、結局この除湿機は湿度が自動設定できるんで、だいたい50になったら、50を超えてきちゃったらつくし、うん、以下になったら勝手に止まるんだけど、世の中のその除湿機が全部こういうふうになってるってわけじゃないんで、
特にその、ね、今リーズナブルに買える助手席もいっぱいあって、うん、そういうのはなかなか設定ができんもんですから、うんうん、なんでこういうふうに、機械スマホに動作を覚えさせておいてあげれば、これって結局そのほったらかしでいいってことだもんね。ほったらかしでいいんで、うん、もうこいつが反応したのに対して押してくれる、うん、そういうこと、はい、入れてくれるし止めてくれると。だから出かけてても、うん、もうこの設定さえこの環境さえ出来上がってれば、急ににわか雨とか降ってきて、そういうことです、ね、あの雨が、うん、降ってきてで湿度が上がっちゃって もう気が付いたら動いてくれてるし、うんうんうん、気が付いたら止まっててくれる、うん、これってあの例えばエアコン、エアコンのリモコンの、はい、エアコンのリモコンのスイッチも下手な話、はい、これ押してくれるわけですよね、まあ、そこに貼り付けておけば、うん、あの壁とかに、壁とかにこうやってエアコンって、はい、ね、エアコンのリモコン貼り付けてて、まあ、変な話こういう格好悪くても低いようにしとけば押せます。何度になったらこれが例えば30度にいったらつけてねって可能です。できる。あ、すごい。そうです。これはすごい。だから結構ピアノ真夏とかお部屋がその外出してる人がね、うん、もう30度超えちゃうとか35度ぐらいいっちゃうとか、うん、お2階とかね、あのマンションのやっぱり上の方のフロアの方とかって結構温度上がっちゃうんで、そういう時にそのピークの時間にこれ入れてくれるっていうのは、そしたら温度も管理できるんで、うん、まあ、ピアノのその過酷な状況は防げるかなと、うんうんうん、温度湿度になるんですけど、グラフが出る、グラフが出る、まあ、これ我が家ですけど、あのホールとかも管理できるんで、あ、はいはい、ピアノの状態、ピアノのある部屋もどんどん、うん、同じように、はい、うん、感じしていって調律さんもデータが見れるかなっていう。やるのが水を捨てたりとか、うん、加湿器だったら水を入れたりとか、うん、あのフィルターの手入れをするだけで良くなるっていう。そうですね、その物理的に水が足さなきゃいけない、捨てなきゃいけないっていうのだけはちょっと人間がやらなきゃいけないですけど、うんうん、まあ、オンオフに関してはもう自動化できる、うん、あるいは遠隔操作できるっていうアイテムとしてこれは使えるんじゃないかなと、うんうん、素晴らしい。で記録もできると、あ、なんでより細かい管理、安定した管理、うんうんうん、でピアノが調子悪くなることを少しでも防げる、いい状態を保てるっていうアイテムとしてどうですかっていう。これが悲しいかな、インスタグラムではちょっとあまりにも反応が悪くてですねあ、もう事前にインスタで紹介してしたんですけど、うん、もうちょっとびっくりするぐらい悪くて、あ、もう見てあげてください、どうしてもぜひ見てあげてください、どうしても YouTube で、あ、もう、はい、みんなに向けて、前に、そうです、そうです、どうしても語りたくて見てあげて、もう、はい、素晴らしい素晴らしいということで、うん、今日はスイッチボット、ちょっとガジェットネタになりますけど、このガジェットもピアノに使えるんじゃないかなっていうことで、どうでしょうか皆さん、はい、ご検討ください、はいはい、買おうかな、ありがとうございます。チャンネル登録も、ああ、そうですね、チャンネル登録ちょっといいと思ってくれたならばグッドボタン、高評価で、コメントもいただけたら、そうですね、嬉しいので、うん、なんか質問とかあれば、はい、実際に使ってる人なのでガンガン使いこなしてるんで、はい、うん、なんでいいところ悪いところきっといっぱい知ってると思いますので、はい、そういうのも含めて、はい、うん、ぜひお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。